先生、最近偏頭痛がひどくて何度も繰り返すんです。トリプタンを飲んでも効かないことがあって、何か他に治療法はありますか？偏頭痛が頻繁に起こるのは辛いですよね。まず確認したいのですが、トリプタンが効かないとき、他にどんな症状が出ていますか？例えば、視覚異常や手足のしびれなどはありませんか？そうですね。たまに視界がぼやけたり、片方の手が少ししびれることがあります。でも、痛みがひどいときはそれどころじゃなくて。それは気になりますね。偏頭痛は一次性頭痛の一種で、通常はトリプタンなどの薬で治療しますが、特定の血管病変や脳の異常が原因で頭痛が起きている場合は、トリプタンが逆に危険になることがあります。え？危険なんですか？どういうことですか？例えば、脳動脈瘤やもやもや病、脳動静脈奇形、AVM などの血管病変があると、トリプタンのように血管を収縮させる薬は危険です。これらの病気は脳の血管に異常を引き起こし、トリプタンで血管が収縮した際に破裂や出血、場合によっては脳梗塞のリスクが高まります。それは怖いですね。でも、そういう病気があるかどうかってどうやってわかるんですか？頭部 MRI で詳しく調べることが必要です。MRI は脳の血管や組織の状態を詳しく見ることができるので、血管の異常や虚血性病変、血流が足りなくなっている場所を特定できます。特に、脳動脈瘤やもやもや病があると、血管にかかる圧力が増すと危険なので、事前に確認しておくことが大切です。MRI で問題があったら、どうなるんですか？トリプタンはもう使えないんでしょうか？必ずしも使えないということではありませんが、より慎重な管理が必要になります。もし MRI で血管病変や虚血が見つかれば、トリプタンの使用は極力控え、他の治療法を検討する必要があります。場合によっては、三環系抗うつ剤やバルプロ酸、CGRP 関連抗体製剤などを使って、偏頭痛を予防したり緩和したりします。また、血管病変が高度な場合や、出血の危険が高い場合には、外科的な治療が必要なケースもあります。MRI を受けて、もし血管に異常がなかったらどうなるんでしょうか？その場合は、偏頭痛自体が原因である、一次性頭痛だと診断できます。トリプタン製剤が使えるので、治療法を変えずに安心して使えます。また、頭痛の原因が明確になることで、他の適した治療法も検討しやすくなります。なるほど、MRI で、まず原因を調べるのが大事なんですね。検査って、すぐに受けられますか？はい。脳の血管病変は、時間勝負のこともありますので、MRI 検査は、比較的すぐに受けられると思います。特に偏頭痛が頻発している場合や、今回のように他の神経症状が見られる場合は、早めに検査を受けることをお勧めします。わかりました。先生、早速 MRI をお願いしたいです。それがいいですね。頭痛の原因をしっかり確認して、最適な治療を進めましょう。検査結果をもとに、適切な治療方針を考えます。ありがとうございます。少し安心しました。こちらこそ、結果が出たら一緒に治療計画を立てていきましょう。もし偏頭痛でトリプタン製剤を使用している患者さんで、これまで頭部 MRI を撮影したことがない方がおられれば、ぜひ一度 MRI 検査を受けることをお勧めします。MRI 検査を受けることで、血管病変や脳内の異常を確認し、トリプタンの使用が安全かどうか判断できます。特に、長期間偏頭痛を抱えている方や、これまで原因不明の頭痛に悩んでいた方にとっては、早めの検査が将来のリスクを避けるためにも重要ですね。